どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、またあるものを購入しました。岩谷のカセットコンロプチスリム2のご紹介です。こちらね、普通のねカセットコンロなんですけれども、見てわかるようにちょっと小さめなんですよね。一般のものと比べて半分とまではいかないんですけれども、だいぶと小さい作りになってます。入れ物がねこんなねケースみたいになってて、結構ね持ち運びにも便利な作りになってます。車中泊やキャンプの時にね活躍するんじゃないかと思って購入しました。いつも使ってるカセットコンロとどれぐらい大きさが違うのかと、あとキャンプとかで使うシングルバーナーと何が違うのか、そちらをね一度見てみて、実際に車の中で調理した時どんな感じなのか見てみたいと思います。はい、それではねこちらプチスリム2開けてみたいと思います。というてもね一回開けてあるんで、説明書やね中の付属品は抜いてあります。こんな感じです。一般のねカセットボンベも使えますし、これ専用のね短いのも売ってるみたいですね。普通の大きさのカセットコンロの大きさ比べてみましょう。もう一目瞭然ですね。こっちがいつもね料理動画とか撮る時に使わせてもらってるカセットコンロです。でこっちが今回買ったプチスリム2になります。半分言い過ぎかなって思ったけど、あながち嘘でもないような、全然違いますね大きさが。あとこの厚みが全然違います、持ち運び軽いのももちろんですし、車内でね調理する場合など天井までのね距離が離れるんで、その分安全かなと思います。ただ車内で調理する場合は換気など十分注意した上で自己責任でやるようによろしくお願いいたします。でおまけでもう一つね、キャンプで使ってるこのシングルバーナーなんですけども、こちらもね高さ厚みがね全然違いますわね。そしたらねこの小さいのもええとこだらけやないかと思うかもしれませんが、そういうわけではなくてね、やっぱりね小さい分火力が少し弱いです。いつも料理で使ってるカセットコンロ 3.5kW 3000kcal とで、今回このプチスリム2なんですが、ここに書いてあるんですけれども 1.86kW 1600kcal と、火力で言うたらだいたい半分ぐらいですかね、普段使ってるやつがね。めちゃくちゃ火力強くても、それこそね車の中キャンプで何作んねんっていう話なんで、これでね十分やと思います。それではね実際ガスボンベつけてみましょうか。はい、こんな感じになります。ちょっとねここはみ出しちゃうんですけれども、この大きさで乗るフライパンなり鍋なりを使ってください。ここにかぶるとねボンベが高温になってしまうので危ないんで、ここで乗るものを使ってください。それではね実際これを使って車内で調理してみましょう。はい、こんな感じでねベゼルの車中泊仕様となりました。ちょっと後ろ上げてるから風がねビャンビャン入ってるんですけど、それではねここで調理したいと思います。はい、今回はですねこのメスティンでご飯炊いて、これね、はい、稲葉のカレーシリーズ缶詰ね買ってきたんで、これを湯煎して温めときたいと思います。ちなみにこれはね温めなくても美味しく食べれますと書いてあるんで、非常食なんかにはねぴったりやと思います。それではねご飯炊いていきましょう。まずThank you.
できました。ちょっと暗いかもしれないですけどね、ご飯の方見てみましょうか。おパンパンやけどね。はい、こんな感じです。カレーもね結構いい感じに、こんな感じでね出来上がりました。見えます？車のね中で作ったご飯、いい感じに炊けてますね。ほかほかです。何からいきましょうか。カレー、グリーンカレーからいってみましょうか。うん、あめっちゃグリーンカレー、あーめっちゃ香草効いてる、めっちゃうまい。車の中で食べるとめっちゃ美味しいです。続きましてチキンとタイカレー。チキンがねどれもすごいゴロゴロ大きいんですよ。うん、これもねナンプラー入ってる、めっちゃうまい。このさっきの2つがねタイカレーやったんで、このブラックカレー、なんか秘密基地みたいで楽しい。うん、うまい。で最後は安定のバターチキンカレー、これは間違いないでしょ。うまい。はい、というわけで本日は最後ねカレー食べて美味しいな言って終わってもうたんですけれども、車中泊やキャンプで大活躍間違いなしの岩谷のねちっちゃいカセットコンロのご紹介でした。商品のリンクの方はねまた概要欄の方に貼っときますので、興味のある方一度覗いてみてください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、車中泊行けたらね早行きたいんですけれども、お会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッバーよいしょ。